インディカーはアメリカ合衆国のオープンホイールレース統括組織。2010年まではインディレーシングリーグの名称で活動していた。車体を指すインディカーと区別するためにインディカーと表記されることもある。インディカーの商標はハルマンカンパニーが所有する。同社はまたインディアナポリスモータースピードウェイ複合施設とクラッバーガールのブランドも所有している。 1994年、トニー・ジョージによって、前身となる R が設立され、1996年に同盟のシリーズを開始した。インディカーは、ユサックから離れた1979年以来、カートが認可を行っていたが、トニー・ジョージは、F1 のように少数の裕福なチームが複数台、出走させ、技術が、 大きなウェイトを占めるインディカーに対してより低コストで参戦できるオープンホイールレースとして R を構想していた。はじめはその構想を信じたいくつかの小規模なチームが R に引き付けられただけだったが後には分離する前のカートのシリーズと同様なものとなった。開始当初シリーズとジョージは各種メディアやカート参戦チームによる批判を受けた。初期の R は まばらなスケジュールと未知のドライバー、未経験なチームからなり、メインイベントであるインディ500でさえそのレベルを問われるものであった。しかしながらスケジュールは充実し、ドライバーの力量も向上していった。R は2000年からカートチームの受け入れをはじめ、2002年のカートの破産、2003年からのチャンプカーへの名称変更にも大きく影響した。この時期から大改名は、 インディカーシリーズと呼ばれるようになる。そして2008年にはチャンプカーを吸収統合した。このように運営団体が分裂していた間、同じくアメリカで開催されるナスカーに人気が移った。2011年、R はインディカーに名称を変更、ジョージに代わり競技長のランディ・バーナードが最高経営責任者に就任した。バーナードはシリーズの発展のために、 様々なシステムを実験的に導入した。ヨーロッパにおいて F1 を頂点に掲げ GP2 や F3 などの中級、下級カテゴリーが存在するように、北米のオープンホイールレースにも下記のランク付けがある。これらのレースはインディカーが育成団体ロードトゥインディを通じて運営する。このポイントシステムはインディカーシリーズとインディライツに適用される。 すべてのドライバーにポイントが与えられ、シリーズ中最も出走台数が多いインディ500の33台に合わせて33位まで設定されている。さらに、インディ500を除くレースでは、ポールポジションを獲得すると1ポイント、最タラップリードを記録すると2ポイントが与えられる。インディカーが R として発足した1996年以来、上記4つのシリーズで事故によって、 以下のドライバーが死去している。ありがとうございます。